このうちいわき市の発達海岸では初日の出を見ようと県内外から多くの人が訪れていました。そして午前7時ごろ、水平線にかかった雲から日が差し込むと、訪れた人たちは写真に収めるなどしながら今年1年の幸せを願っていました。寒かったんですけど、待ってよかったなっていうぐらいめちゃめちゃ綺麗でいい新年を迎えられました。今年はもう気兼ねなくどこにでも行きたい ね、 あそうだ ね、 ね、どこでも行きたいし、会いたい人にもすぐ会いに行けるような年になるといいなと思います。一方、福島市の福島稲荷神社には雪が降りしきる中、多くの参拝客が訪れました。神社によりますと、元日の参拝客は去年よりも増えているということです。神社では今年も参拝客に間隔を空けて並ぶことを呼びかけるなど感染対策を徹底。こうした中、参拝客は賽銭箱に賽銭を投げ入れ、新年への願いを込めて手を合わせました。高校受験なので高校合格のお願いしました。マスクを取って楽しい宴会なんかできる楽しい日々が送れる年にしたいですね、はい。福島稲荷神社では正月三が日は混雑するため時期をずらした参拝を呼びかけています。